皆さんこんにちは。ミナマク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて今回はワードの入門基礎講座ということで、初めてのワードを投稿してまいります。これまでミナマク TV ではたくさんのワードの動画を投稿してまいりました。特に2年前になりますが、ワードのたった5日で覚える基礎講座、こちらは本当にたくさんの方にご視聴いただくことができました。本当にありがとうございます。その動画というのはこんな方に向けた動画です。初めてではない、入門ではないという対象なんですね。仕事で少し使ったことがあるという方、タイピング程度の入力しかできない、基礎が分かっていない気がする、独学でやってなんとなくもっと効率の良い方法はないかなという方向けなんですね。今回はそうではなくて、こちら動画の内容になります。一つの文章を作って保存をして印刷をするところまで行いますが、簡単な編集とそれから写真や図形なども入れてまいります。文字入力とはいえ、文字入力をね、動画を1本見ただけですごく上手にできるということはありません。残念ですが、やっぱり日々のね、タイピングが必要になります。こちらに関しては以前の動画、タイピング文字の練習にはとてもふさわしい動画があります。下の概要欄、動画の概要欄、もっと見ると言いますが、このグレーの部分ですね、こちらをクリックしていただくと、この下の方にリンクを貼っておきますので、そちらの動画を見ていただいて文字入力のコツをマスターしてください。そして今回に関しても目次をつけておきます。この概要欄には上の方にこのように青字で目次をつけておきます。これはね、前の動画の目次になりますが、 YouTube ではこれをチャプターという言い方をするんですね。このチャプター、目次をつけておきますので、必要なところは繰り返し操作をするようにして、一つの文章がきちんとできるようにマスターしてください。ちなみに私はマイクロソフトオフィストレーナーの資格を持っています。20年以上たくさんの初心者の方を見てきました。入力に関して皆さんがつまずきやすい点、そしてここを特に覚えてほしいという点をポイントに解説をしてまいります。完成の見本などがあるブログもこの後投稿しますので、この概要欄に貼っておきますリンクをクリックしていただいて、そちらで動画ではね、どんどん過ぎていってしまいます。止めて繰り返ししていただいても、静止画ではなかなかね、難しかったりしますので、ブログの方も合わせてご覧いただけると嬉しいです。では早速行ってまいりましょう。次の画面をご覧ください。この動画を見ていただいたら、この後皆さんも一緒に必ず操作を行って作成してみてくださいね。見たつもりは分かったつもりになることが多いですので、ぜひチャレンジしてみてください。そもそもワードというのは何でしょう？一般的には皆さんもご存知の通り、一般文章、文書作成に適したツールです。ワードやエクセル、パワーポイントと名前だけは聞いたことがあるかもしれません。エクセルというのは計算が得意。パワーポイントというのはプレゼンテーション、誰かに何かをアピールするときにはとっても得意分野を発揮します。では、ワードの得意分野、他にはない得意分野というのは何でしょう？それは、目次を作ったり、特に長文には適したアプリケーションと言えます。ただ、ワードの機能だけではなく、それぞれに共通したものがあるんですね。例えば、表を入れたいとしても、ワードにも入れることはできますし、Excelにも、PowerPointにも表を入れることはできます。共通したツールもあれば、本当に特化したツールというのもあります。ワードは一般的には一般文章、特に印刷面には得意かなと思います。カード、名刺ですね。それからチラシの作成、手紙の作成、あるいは履歴書なども作ることができます。いろいろな図形などを入れて見栄えの良い文章を作ると良いでしょう。では早速ワードの起動を行います。よくこのデスクトップの上にアイコンといって、何かのマークがここにある方もいらっしゃいます。そこにワードの
アイコンがあったりすると、そこからダブルクリックして起動する、あるいはこの下ですね、これタスクバーという言い方をするんですが、そこにも私もここにワードが起動できるようにアイコンを作ってあります。またはスタートメニュー、こちら4つの四角が重なったマーク、こちらをクリックしていただくと、ここ、これをスタートメニューと言うんですが、頻繁に使うものであれば、ここにワードを出している方もいらっしゃいます。いろいろな出し方は人それぞれで間違いではありませんが、例えばいつもここにあるアイコンをクリックすれば、ワードが起動するという覚え方をしてしまうと、そこにない場合にはワードが起動できないということになりますので、必ずある方法は覚えておいてくださいね。ではワードを起動します。スタートメニューをクリックし、ここにもない、そして下のタスクバーにもないと仮定して、すべてのアプリをクリックします。ここから順番に ABC の順にワードがあるんですが、下にこうスクロールをしていただく、スクロールというのはこちら、スクロールバーというのが、まあ、消えてしまいますが、ここに当てるとこのようなバーが表示されます。このバーを、こういうところを押しながら下の方にスクロールをしていただく方法、そして W 下の方まで開けていただく方法と、それからこのすべてのアプリのすぐ下にマウスカーソル当てるとちょっと色が変わるんですね。白い色になります。シャープのマークがついているところをクリックしていただくと、このような表示方法に変わります。するとワードは W ですので、ダイレクトに W をクリックするとワードまでジャンプすることができます。もしもこのワードをこの下とかね、それから先ほどのスタートメニューにつけておきたいなという方は、ここで右クリックをしていただいて、スタートにピン止めする、あるいは詳細から、まあ、今タスクバーにピン止めされていますので外すになっていますが、こちらからピン止めをしてください。ではこちらからワードを起動します。ワードの新規作成の画面になりました。大まかな画面構成は今回は割愛しようと思います。大まかというのは全てを説明するのではなく、覚え方のコツを皆さんに覚えていただきたいんですね。ブログの方には名称などを貼っておきますので、もし名称を知りたいという方はそちらをクリックしてご覧ください。大まかなコツというのは、とにかくワードを起動したときにホームというところが空いてるんですね。このように校閲とかが一番最初に開くということはありません。ホームが選択されている状態で、そのホームの下、こちらリボンというんですが、こちらが表示されている形になります。要はホームですから、いろんなところをクリックして、こう、違うところをアクセスをしていても、必ず、まあ、ホームというのは、ワードの得意分野、これ文字を打ったり、文章作成のアプリケーションですから、ここから基本だというふうに覚えてください。ホームに帰るというように、私たちもいろいろなところに出かけては、家に戻ってきますよね。あれと同じように、画面が違うな、この下のメニューの画面が違うなと思ったら、自分がどこのタブ、これをタブと言いますが、どこのタブが開いているのかを確認してください。基本はホームになりますので、ホームをクリックしていない場合は、まずホームに戻って、そこから文字を打って編集をするように癖をつけてください。皆さんね、よくこの場所で、位置で覚える方が多いので、まず一番どこが選択されているのか、そして上のタブを見る、この癖をつけるようにしてください。ではこの下全部のボタン、これコマンドと言いますが、これの意味を覚える必要はあまりありません。あまりというのはね、すべてを覚える必要はない。でもよく使うボタン、コマンドに関しては自分でゆっくり覚えていただけるので、その名称などを深く今覚える必要はないと言っているんですね。コツとしては、ここに縦棒があります。この縦棒というのは、ここからここまで、これが一つのグループという言い方をします。なので、ホームタブの段落グループの
何々というコマンドという言い方をするのが正式な呼び方になるんですが、今回は入門なので、やっぱりね、慣れてない言葉というのはどうしても耳慣れません。まずはその説明をしますが、それも必ず覚えなくてはいけないよということでもありませんので、自然に覚えるようにしてください。耳に入っていったらそのまま浸透していけばいいと思います。それが知らないからといってワードができないということもありません。もう一つポイントを挙げれば、このコマンドというのは左から順に並んでいますが、闇雲にあるわけではないんですね。もしも自分がどうしても見つけたいボタンが見つからないという場合は、このようにマウスを持ってきて、この吹き出しに出てくる今フォントとありますが、この吹き出しを読む癖をつけてほしいんですね。そしてこの吹き出しを読みながら、左上から右下に向かって読む癖をつけるといいと思います。なんかね、よく初心者の方が、この辺にあったボタンコマンドなんだよなと思いながら探すときに、なんかね、こう飛んじゃうんですね。どうしてもわからないというときは、ゆっくりこの文字を読みながら左上から右下に向かってこのように探すようにしてください。これはワードだけでなく、パソコン全体が左上から右下に流れているという流れに沿っていますので、この覚え方というのは非常に大切になります。ぜひ覚えておいてくださいね。そして文字を読む癖をつける、これだけでもね、十分パソコンをマスターしていく近道になります。今回はこのような文章を作成します。ビジネスではなくて、今回は誰にでも親しみがあるように日記を書いていこうと思うんですね。編集をして、そしてアイコンや図形、写真などを入れて、このような文章を作って、印刷をするところまで行ってまいります。そしてワードを作るには、闇雲に文字を入力するということではなく、一応大きな流れ、手順の基本があります。これを覚えておいてください。まず基本の流れというのは、ページ設定を一番最初に行いましょう。ページ設定がそもそもどんな風にできているのかがわからないと、ページ設定の変更の仕方がわかりませんよね。この後、最初のこの新規の画面がどのようにできているかの解説をいたします。まずはページ設定を行ってください。そして次に文字のベタ打ち、文字を入力してまいります。その次に文字の装飾やレイアウト、位置揃えなどの編集を行ってまいります。そして最後に印刷、また保存に関しては一番最初でも一番最後でも構いません。もし不安であれば、一番最初に名前をつけて保存をしておくことをお勧めします。では、この一番最初の白い紙が用意されます。これがどのようにできているのかをざっくりと把握しておきましょう。これは、A4 用紙、よく一般的に文房具屋さんとか電気屋さんでもこのような A4 用紙というのが結構メジャーに売っています。A4、これが 210×297、横が210の縦が297mm あります。そしてこのオレンジ色の部分、これは余白と言われている部分で、上余白が 35mm、そして左右下が 30mm ずつ余白が取られています。この白い部分が文字が入力できる状態になっています。一番左上の1行目のところがいつもカチカチしている状態になって新規作成をしていきます。行数は36行です。36行、エンターキーを押していくことで開業していって、37行目になると初めて2ページ目ができます。それまではね、 A4 用紙に1枚分の用紙が用意される形になります。フォントサイズは 10.5 ポイント。バージョンにもよりますが、今のワードでは、郵民庁というフォントの形ですね。文字の形がデフォルト、最初の基本の文字になっています。この状態というのは、一般的にはビジネス向けと言われています。私たちがこれからね、日記を書いたりしましょう。こんな時には、ちょっと小さめ、細めに感じる方も多いでしょう。その場合には一番最初にページ設定で文字のサイズを変えて、あとは文字の形、フォントの変更をして見やすい文字に
変更してまいりましょう。一番最初にページ設定を行って文字を打った後に、先ほどデフォルトでは最後に装飾するとお話をしました。ですがもう頭からビジネス向けではないので、親しみやすい文字にしたいという場合には最初から設定していただいても別に問題はありません。では今回はまずはじめに保存からしてまいりたいと思います。保存というタイミングは先ほどもお話ししたように、一番最初に保存をしていただいても最終的に保存をしていただいても途中でも別に構いません。今回は初めに保存をしてまいります。ファイルをクリックします。名前をつけて保存をクリックします。この上書き保存と名前をつけて保存というのは、一番最初はどちらを押しても同じようになります。ちょっと上書き保存を押してみますね。するとこのようになりました。名前をつけて保存となりましたね。名前をつけて保存に移動していきましたよね。できれば入門の方はこの違いをしっかり覚えていただきたいので、一番最初は名前がないと覚えてください。名前なしでは保存ができないので、一番最初は名前をつけて保存をしてください。2回目以降は上書き保存と覚えてください。ただ2回目以降とはいえ、一度保存したものはそのままで、そこから新しいものを作っていきたいということがあるんですね。そのような場合には名前をつけて保存をもう一度行って、別の場所あるいは同じ場所でも違う名前をつけて保存をしてください。今回は初めてなので名前をつけて保存にいたします。するとこのように右側が変わってきました。場所に関しては、ここに名前をつけていくんですが、ここで参照を行います。こちらで名前をつけてそのまま保存でも構いません。ちょっとね、一文字でも名前を入れただけで、このように保存というマークが反転してきます。これですと保存はできますが、しっかり覚えていただきたいのは、まずデフォルト基本の状態ではマイクロソフトのアカウントで紐づいているパソコンは、一番最初ワンドライブ個人用というところに保存をされていきます。詳しくお話はできませんが、ワンドライブというのはインターネット上の保存箱を指します。今回はインターネット上の保存箱ではなく、自分の PC に保存をしてまいります。一度名前はちょっと消しますね。こちらその他の場所のこの PC を選びます。この PC の中のドキュメントと、先ほどのワンドライブの中のドキュメント、これはちょっと意味が違いますよね。大事なことは、自分がどこの箱に保存をしているか、この箱のことをフォルダと言います。自分がどこにしまったかわからないということがないように、常々どこに保存するのかということを念頭に置いて名前をつけて保存をしてください。今回はこの PC になるドキュメントの中にワードのファイルとして名前をつけて保存をしてまいります。名前は私の日記としたいと思います。保存をクリックします。ここタイトルバーと言います。私の日記。この PC に保存済みとなりました。これで保存が完了しました。では一度この状態で右上にある閉じるで閉じます。では次に保存した文章を開いてみたいと思います。このワードの一つの文章のことをファイルという単位を表していきます。どこにしまったかというと、この PC の中のドキュメントの箱の中に私の日記という名前をつけたんですよね。その開き方のまず一つ目は、こちらエクスプローラーと言います。黄色いフォルダのマーク、こちらをクリックしていただいて、そしてこの左側にドキュメントがあります。こちらをクリックします。すると、一番下こちらですね。私の日記というのがあります。マウスカーソルを当てると不安と更新日時などを確認することができます。
こちらをクリックして、あるいはダブルクリックをしてまた文章を開いていきます。もしくはですか、一度閉じます。今のように保存したフォルダーの中から開く方法と、あとは直近であればワードを開いてからそこから呼び出すこともできます。スタートボタンを押してワードを開いていきます。すると新規でワードが起動しました。まだ保存していないので文章の1となっています。こちらからファイルをクリックして、そしてこちらに最近使ったアイテムというのがあります。直近であればこちらから開くのが早いですね。どこにしまったか忘れてしまうということはよくあります。その場合、直近であればワードを開いてからこのように最近使ったアイテムから開くと良いでしょう。ですがここにはこのくらい、10個ぐらいのファイルしか表示されないんですね。もっと前に保存したものを開きたいという場合にはこの開くをクリックします。するとここにスクロールをしていただくと、しばらく前のものまで開くことができるようになります。結構数が多いので古い場合はそこから開くようにしてください。ではこちらを開きます。この2つの方法がありますので、どちらも覚えておくと便利です。ではここから入力を行ってまいります。まずは入力を行う前に、ワードというのはページ設定を行うのが基本なんですよね。今回はページ設定はデフォルト基本のままで行ってまいります。変更したいのは、まずフォントを郵便庁からメイリオ UI、 ちょっと丸文字ですね。そしてフォントのサイズも 10.5 ではなく12ポイントに変更してまいります。まず画面を一度クリックすると、このように点滅してきます。この点滅しているところが文字が入るところだと覚えてください。今ここに文字が打たれる状態になっています。そして見てください。私が今マウスを動かしているんですが、この動かしている時に今 i の形になっていますよね。この i の形をマウスポインタ、要はパソコンの中の自分の指、手だと思ってください。そしてこのマウスポインターの形というのは場所によってどんどん変わってきます。ちょっとやってみますね。このように矢印に変わりましたね。そして本文の中にマウスを持ってくるとこのように変わりました。何やら i の横にこのように右側に斜線が入っていますね。ではちょっとだけ動かしてみますね。するとこのように今度はその斜線が下になりましたね。また動かしていきますね。はい、そうするとこのようにまた変わりました。どん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 マウスポインターの形が変わっていくので、特に入門者の方は作業をする前にこの形、マウスポインターの形をちゃんと確認してから入力をしたりするなりしてください。この意味それぞれ違いがありますので、確認をする癖をつけるようにしましょう。では今カチカチカーソルが入っていますので、この状態から郵便庁をメイリオ UI に変更します。ホームタブにあるフォントグループの中にあるフォントですね、こちらをクリックして、そしてスクロールをしながらメイリオ UI を探してください。そしてフォントのサイズは 10.5 ではなく12ポイントに変更します。メイリオ UI 12ポイント、これ好みで構いませんので、好きなフォントを選んでください。郵便庁のままでも別に構いません。では文字を入力します。まずは7月12日、括弧水曜日括弧閉じとします。7月で変換します。全括とこのように半角があります。上が半角、そして全角ですね。今回は半角の方を選びます。12日、これで半角を選ぶんですが、ちょっと打ちづらいな、全角か半角か分かりづらいなという場合には一度消します。12というのを一度点キーで打つようにします。12と、この状態で一度確定をしてしまって、そして
1と入力をするようにしましょう。括弧8の上、キーボードの8の上、上を入力するときにはシフトキーを押しながら入力することでキーボードの左上の文字を入力することができます。そして水曜日と確定をして括弧の閉じ9の上になりますね。シフトキーを押して確定をします。天気としてコロンを打ちます。コロンはキーボードKのところですね。こちらを打って確定をします。曇り変換をします。ここで絵文字を表示させます。絵文字の入力は、曇りで変換してもいいでしょう。もしくは Windows キー、 Windows キーというのはキーボードの左下の方にある旗のマークというんでしょうかね。四角が4つ重なったような旗のようなマーク、こちらが Windows キーになります。押しながらルのキー、丸のところですね、よく打つ、こちらを押します。するとこのようにまた新しいボックスが表示されました。今ここにね、私前に打っているので表示されましたが、皆さんの中には出ないかもしれません。この上がこのようなマークになっていますが、こちら絵文字ニコちゃんマーク、こちらをクリックしていただくと絵文字一覧が表示されます。この絵文字ね、たくさんあるので、これもちょっとね、この中から探すのも大変だなと思ったら、絵文字の検索のところで雲として変換をしてください。するとこの雲が表示されます。雨だったら雨、好きなマークを選んでください。今回はこちらにします。終わりましたら×で閉じます。ここで行を変えます。エンターキーを押して行を変えていくんですが、もしもこのように打ちすぎてしまった、この時どうするかというと、この状態でキーボードのバックスペースキーをゆっくり押すようにしてください。まず慣れない方はキーボードをゆっくり操作してほしいんですが、よくね、キーボードを叩くように押す人いるんですね。キーボードというのは叩きすぎはやめましょう。ボタンというのは軽く押すだけで十分反応します。よくね、キーボードをカチャ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 音立てて力強く打ってる人いますが、そこまで力を入れる必要はありません。ここで見本をお見せしたいと思います。ブログの方にはこの見本も貼っておきますが、ここに左側に番号がありますね。この番号はあくまでも行番号といって、皆様は打つ必要はありません。分かりやすいために行番号を振っております。では入力をします。昨日の夕方、ここまで入力をしてスペースキーで変換をし、確定をしてもいいですし、この状態で合っていれば次の文字点になりますので、点と打っても構いません。雷雨で日中の暑さがだいぶ緩和された。雷雨で、ここで一回確定しますね。日中、NI、小さいつがついて中になります。この場合は TTYU、日中。そしてもう一つ、U を打って日中の暑さが、このつというのは TSU などと余計にキーを打つ必要はありません。TU で打ってください。だいぶ緩和された。ここで確定をします。もしも同時進行している方は一度ポーズ、停止ボタンなどを押して入力をするようにしてくださいね。ではここでまた絵文字を入れますが、汗と入力をします。すると変換するとこのマーク表示されます。このように絵文字を表示させる方法いくつかありますので、どちらか打ちやすい方で入力をしましょう。絵文字が入るとだいぶ雰囲気変わりますよね。では次入力をします。草花も適度な水やりになってよかったのではないかな。草花も適度な水やりになってよかったのではないかなあ。変換します。このように行をまたいだときに自動的に行を変えていきます。
変なところで丸をつけたり改行を入れるのはやめましょう。ここでから記号を入れます。この記号というのはよく入力しますので、テンキーについています。シフトキーを押しながら、こちらからそして丸を入力します。続きます。昨日の講習会は点、昨日の講習会は変換して点、ズーム会議システムの使い方講習会だった。ズーム、ここで英語が出てきますね。ズームと入力をして変換する方法以外に、今回は ZOOM とそのままテンキーで入力をしてください。するとこのようになりますね。ZOOM。おかしいですが、基本的には文字入力、私たち日本語というのは日本語でもひらがなや漢字、カタカナありますが、その他にも英語を打ったり記号を打ったりしますよね。この時に一番便利なのは切り替えて打つのではなく、日本語入力はあ、ワードを起動するとあと日本語入力はオンの状態に切り替わります。この状態のまま入力をしてください。最後まであのままで構いません。この時に今お話ししたように日本語の中にはいろいろな記号などがあります。今回も Zoom というのは一部だけですよね。英語が入っているのは。なのでこのような場合にはファンクションキーを使うのがおすすめです。まず ZOOM と打つとこのようになりますので、ここで F10 を押してください。F10 を押すと一度このようになります。今回は Z だけが大文字で、あとは小文字にしたいんですね。今回は半角の方を選んでいますが、全角を選びたいときには F9 になります。半角にしたいので、もう一度 F10 を押します。すると全部大文字なのか、もしくは全部小文字なのか、それかこのように頭文字だけが大文字なのかを何度も何度も同じように F10 を押すだけで変更して確認することができます。この状態になりましたらエンターキーで確定をします。続けて会議システムと入力をしていきます。の使い方講習会だった丸。次、皆さん熱心に講習を受けていて、皆さん熱心に講習 SYUU を受けていて、こちらも引き締まる思い、こちらも引き締まる思い。ここで強制的に改行を入れます。エンターキーを押します。水曜日は1週間の中だるみでちょっとしんどいです。水曜日は1週間、まずは愛を打ちます。 SSYUU 感の中だるみで、中だるみで点、確定をいちいち入れる必要はありません。合っていたらそのまま次を打つと確定をしていきます。ちょっと TYOTTO ちょっとしんどいです。またここで絵文字を入力します。 Windows キーのルを入れて、今回絵文字はこちらの絵文字を入れましょう。好みのものを入れてください。はい、ここで今回ちょっと説明を付け加えたいのが、例えば暑さという字が、これ合ってますよね。違う文字だったとします。変更する場合いくつか方法があります。まずよく皆さんが行う方法というのは、暑さのさの後ですね、ここにマウスカーソルを持ってきてカチッとクリックをした状態でバックスペースキーで消していく、もしくは戻しますね。戻すときはコントロールの Z で元に戻していくことができます。
こちらに戻すボタンがある場合はこちらを押していただいても構いません。では今度はこちら、カーソルがここにある状態でこの熱さを消したい場合には今度は右側を消したいのでデリートキーで消していきます。そして熱さと入力をしていきます。ちょっと違う文字入れてみますね。これで確定をしてみます。この他の方法としてはもう一度この上をドラッグして、そしてこの状態でスペースキーを押すか、もしくはスペースキーの隣に変換というキーがあります。漢字で変換とありますよね。こちらを押していただくと同じように候補が表示されますので正しいものを選んでください。そして最後にですね、この暑さという上で右クリックをするとどの暑さですかと聞いてきます。ここにない場合にはその他から選ぶことで、また先ほどのように候補から選ぶことができます。この中には暑さといってもね、なんかちょっと意味が知りたいなっていう時あります。よくね、測るとかそうなんですよね。何かを測る時の測るが難しい、その場合にはこちらに意味が、辞書が載っている場合があります。この四角いマークが隣についていたら、ここで意味をこのように使い方などですねを見ていただいて、どの厚さなのかを選ぶといいと思います。今回はこちらになりますので、こちらで確定をしておきます。また移動するときはマウスを持ってマウスモニターを見ながらクリックすることで移動することはできますが、キーボードでも移動することはできます。キーボードの矢印がありますよね。これも早いときはもうあっという間にこうやって移動していきますので、あとはゆっくりカチカチ押すようにしてください。では続きを打ちます。1行開けてエンターキーを押して、今日の予定、今日の予定、そしてエンターキーを押します。開業を入れておきますね。まずは AM、 先ほど説明したように AM と打って、そして F10 を押していっても構いません。もしくは A と M、 シフトを押しながら A、 そして M と打っても構いません。エンターキーを押して10時変革にしますね。点キーの方で10、そしてコロンを打って00とします。もう一度コロンを入れて美容室変換をします。そして次 PM、 P と M、コロンを打って開業を入れます。午後は16時からエアコン工事、16コロン00、エンターキーを押します。この時に数値を頭から半額で入れたい時には点キーの方を打ってください。今ノート PC でもね、点キーついてるのがほとんどになります。上のキーボードの数字を打つと全角で入ってきます。入っていっても変換を選べば、変換をしていけば半額で入力することはできます。では16時に何をするかというと、エアコン工事が来ると、ここでエンターキーを押します。次20時コロンを打ってオンラインレッスン、この時には変換を押せば、オンラインレッスンというのは、まあ、カタカナが一般的ですので、このまま変換でカタカナにすることができます。とにかく文字入力はあ、日本語入力あのまま、ワードは強制的に日本語があ、日本語入力オンの状態になりますので、そのままで最後まで打ってしまいましょう。よほどね、英文をタイピングするという場合は別ですが、それ以外はほとんどが日本語じゃないですか。たまにこのように英語が出てくる場合はファンクションキーを使う、これをしっかり覚えてください。全角の A 数字は F9、 半角の A 数字は F10 と覚えましょう。忘れても構いません。確定をする前に押していただくとこのようになりますと案内が出ます。最後はエンターキーを押して確定すれば良いので、見ながら変換をしていってください。ではここからは文字の装飾などをしていきたいと思います。
そして編集、簡単な編集と、それから選択ですね。いろいろな選択がありますが、この選択をおろそかにしてはいけません。特に入門者の方はよく覚えておいてください。選択というのはとても大事なんですね。最初はこの上のボタンで、ね、この意味を覚えたくて一生懸命になりますが、そもそも上手に選択がされていないと、その上のボタンを覚えても何にも結果が返ってこないんですね。正しい選択と、それから効率の良い選択の方法などを覚えていただきたいんですね。選択することを学ぶ、これを怠らないようにしてくださいね。ではまず7月12日水曜日、ではまず1行目に対して太字にしたいと思うんですね。1行目という選択、まずは一文字一文字の選択、このようにマウスカーソルを持っていてドラッグしていく方法が一つあります。もう一つはカーソルをクリックして、この状態でキーボードのシフトキーを押しながら、左指で押しながらキーボードの右矢印をポン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 と押していくことで、一文字ずつ確実に選択することができます。よくマウスでドラッグをしていくときに、この開業マーク、この開業マークというのはとても深い意味を持ちます。開業マークをどうしても選択したくないのに、ピコッとマウスだと言ってしまうって時があるんですね。この時にマウスで一生懸命やらずに、この方法を覚えてください。この開業マークを含まない時というのは、シフトキーを押しながら、今度は左矢印を一つ押します。そうすることで確実に一文字一文字を選択することができます。今回は開業マークは含んでも含まなくても構いません。次に1行選択、行選択ですね。マウスポインターをこちら余白の左側に持ってきた瞬間に、形がこのように矢印に変わりました。この状態を確認してから一度クリックするだけで行を選択することができます。ではこの状態で太字にします。太字が忘れても構いません。マウスを当てると B、 文字列を太字にします。ショートカットキーはコントロールプラス B だと案内が出てます。これを読む癖をつけてください。では B を押します。この設定をやっぱりやめたいという時、選択されているとここが反転して濃くなっていますよね。もう一度押すことで解除することができると、一つ覚えておいてください。では B をもう一度押しておきます。曇りに関しては色をつけていきます。文字の色、範囲を選択して、そして文字の色はこちら、今 A となっています。この下に色がついています。フォントの色、文字の色を変更しますと案内が出ました。このまま押してしまうと、この下の色を今赤になっていますから、赤字にこのようにしてしまいます。そうではない時には隣のボタンと覚えてください。たまに一つしかないボタンや、それからこの横に下向き三角がついているボタンというのがあります。意味が違います。そのまま左を押してしまうと、この状態、いやそうじゃない、フォントの色を変更したいが赤ではない時には、隣の三角を押しましょう。今回は青ですね。好みの色で構いません。青を押してください。次に行選択は今行いましたが、この夕方から重い丸までは、ここに開業マークはないんですね。つまりこのここからここまでというのは、段落、一段落を意味します。段落の選択は今このぐらいだったらね、こうドラッグして構いませんが、実は先ほどここ左側の矢印の出た状態でダブルクリックをすると、段落選択をすることができます。選択をするときにこのようにふわーんと表示されるもの、間違えてね、こういうとこ押さないようにしましょうね。ミニツールバーというんですが、これが表示されるようになっています。ちょっとマウスの操作細かいので、やみくもに動かさないように練習をしましょう。これが段落の選択、1回は行選択、2回は段落選択、そして3回トリプルと言いますが、3回は全ての選択になります。全ての選択というのは、コントロールを押しながら A、オールの A と覚えましょう。
これでも選択することができます。他にも選択というのはありますが、今回はねこのくらいにしておきたいと思います。では次に Zoom 会議システムの講習会、ここをこの曇りというところと同じ書式にしたいんですね。今この曇りというところは2つの書式を設定しました。1つは太字、もう1つは色を青にしたんですよね。これもっとある場合、一個一個全部同じ書式にする場合には同じ操作をするのは手間です。その場合、書式のコピー貼り付けというボタンがすでに用意されていますので、それを使うと便利です。まずは曇りというところを範囲選択して、この書式を一度ハケでなぞる、こちら書式のコピー貼り付け、こちらを一度クリックします。何も起きませんが、マウスポインターの形を画面上に持ってくると、このようにハケのマークに今度変わりました。今ハケに青の文字の色と、それから太字という書式がついていると思ってください。この状態でこの Zoom 会議システムの講習会というのをなぞっていきます。このようになぞっていきます。話すとハケが消えて、この書式をコピーすることができました。この方法も便利ですので覚えておきましょう。これは一度しか今こちらを押していませんが、ダブルクリックをすることでハケのマークずーっとついてきます。いくつも同じ書式をあちこちに散りばめたいという時には、もう一回ね繰り返すのは面倒ですから、ここでダブルクリックをしてハケのマークをずーっとなぞっていって書式をつけていってください。最後解除する時にはキーボードのエスケープキー、この左上にある ESC、 このエスケープキーというボタンを覚えてください。それは何もこの書式のコピー貼り付けの解除だけではなく、いろいろなところでこの脱出したい、今の状態を解除してやめたいという時には、このキーボードの左上のエスケープキー使ってください。では次に今日の予定という文字列を中央にしたいと思います。位置の揃え方は、まずはこのようになぞってもいいし、行選択をしても構いませんが、今ここで覚えていただきたいのは、この中をクリックしただけで構いません。この上の段落グループにある中央揃え、こちらをクリックすると文字を中央に寄せることができます。段落全体を中央にしたいので、ここでもここでも構いません。段落内を選択した状態でこの中央揃えを押してください。ではちょっとね、ここに罫線を引いていきたいんですね。こことここの間1行開けたいと思います。1行開けます。では罫線、右上にある穂のキーを押します。この時に二重線を引いていく場合にはシフトキーを押しながら、このようにいくつか押していきましょう。まあ適当で構いません。ある程度押したら確定をしておきます。この状態でまた中央揃えを押してください。今度はこの下にこの罫線、同じ数ですからね、この罫線をコピーしてまいりたいと思います。まずは範囲を選択します。この時に文字列だけを選択するようにしてください。ここエンターキーを押すと開業のマークが入りますので、行が開業が2つ入って行が崩れてしまいます。この状態で一度コピーを取ります。ホームタブにあるコピー、こちらをクリックします。何も起きませんが、これでこの罫線を覚えてくれました。ではここに貼り付けをしたいと思います。貼り付けはこちら上のマークですね、下ではなくて上を押してください。このようになりました。中央揃えを押しておきましょう。そしてさらに下に行きます。この美容室というところに関しては少し右側に寄せたいんですね。この16時20時も同じ幅で右に寄せていきたいと思います。一つずつ操作をしても構いません。まず一つやってみますね。もう段落の中どこでも構いません。この状態で段落グループにあるこちらインデントを増やすを一度押します。するとこのように一文字分ずつずれていくのがわかります。増やしすぎたらこのように戻すことができます。
今回は2つ押します。インデントを増やすを2回カチカチと押します。これを繰り返しても構いません。このようなドラッグの仕方でも2つの段落を選択しているのでこれでも構いません。この状態でインデントを増やすを2回押してください。このようにする方法とちょっと画面を戻しますね。全部同時にしたい場合、離れているところの選択。まずは行を一つ選択します。離れているので、もう一度こちらを選択してしまうと、先ほどの十字美容室が解除されてしまいます。それぞれ解除されますから、まずは一つ選択をした状態で、離れているところは、キーボードのコントロールキーを押しっぱなしにしてください。まずこの状態では押してません。複数選択をしたいときに初めてコントロールキーを押します。ではこの状態でコントロールキーを押しながら行選択をしていきます。下までドラッグをして3つの行を選択することができました。これでインデントをカチカチと2回押してください。まあ数は少ないので1つずつでも構いませんが、同時に複数選択したいときってあります。コントロールキーを押して離れたところを同時選択ができるというのも覚えておいてください。では次に AM、PM に対して中黒、箇条書きの設定を入れます。まずは離れていますからこちらもコントロールキーを押して同時に選択をしてしまいましょう。ここで箇条書きを押します。この箇条書きに対してもこの中黒で良ければこのままで構いません。このように中黒がつきました。いや、中黒じゃなくて、例えば四角にしたいとか、レテンみたいにしたいなんていう時もあります。その時には、隣の三角を押してください。ここで違うマークを選ぶことができます。ですが、一度この、まあ、ハートのマークとかね、押してしまうと、先ほど中黒になりましたが、これが自伝の箇条書きのマークに変わってしまいます。デフォルトではこの中黒になりますが、一度でも他の設定をしてしまうと、前の箇条書きを覚えるというふうに覚えておいてください。では最後になりますが、アイコンを入れたり、それから写真などを入れて全体を整えていきたいと思います。まずはアイコンを入れていきます。カーソルをクリックしてこの辺に入れていきますね。スケジュールになりますのでアイコンでスケジュールっぽいものを入れていきます。挿入からアイコンを選択します。覚え方としてはアイコンを入れたいと頭に描きます。そうしましたら反対言葉にしてください。挿入のアイコン、挿入の画像、挿入の図形などのように挿していきます。ではアイコンをクリックします。アイコンね、たくさんあるんですね。やっぱり好みのもので構いませんが、文字を入れて検索をしてください。予定とかね、するとこのように予定にちなんだアイコンが表示されました。好みのものを選んでください。クリックするとレッテンが入ります。この状態で右下の挿入をクリックします。するとこのように黒いアイコンが入りました。色を変えたい場合には、アイコンを選択した状態、これハンドルと言いますが、四方に丸が囲まれている状態で確認をしてから、グラフィックス形式タブのグラフィックの塗りつぶし、こちらから色を選んでください。もしくは、こちらにもうスタイルが用意されているので、この下向き三角を押すと、このように選ぶことができます。枠だけにしたいとか、あとは塗りつぶしにしたいとか、この辺好みで構いません。色なども構いません。今回私はこのようにしたいと思います。塗りつぶしアクセント5、枠線なしを選びます。では、今アイコンを入れた時点で見てもらうと、カーソルここにあったんですよね。この罫線が崩れているのがわかりますね。見本のように、このように横に置きたいという場合には、この状態で、ここ、レイアウトオプションが必ず表示されます。こちらをクリックしていただいて、今、設定がデフォルトでは行内になっている。これが基本なんですね。
今回は前面にします。右下の前面をクリックします。すると先ほど崩れていた文字列が元に戻ってきて前面に変わったのが分かります。移動も簡単にできるようになります。この移動もこのマウスを持って移動しても構いませんし、細かな作業をするときにはキーボードでこのように上下左右動くことができますので移動しても構いません。それから美容室のところにもハサミのマークを入れます。アイコンを入れます。挿入からアイコンで今度はハサミとします。ハサミするとハサミのマークが表示されました。選択をして挿入をします。同じように色をつけて、そしてレイアウトオプションから前面にします。するとこのように移動ができるようになりましたが、ちょっと大きいですよね。大きい場合には右下、まあどこでも構いません。四隅のこちら、どこでも構いませんが、マウスカーソルの形が斜め矢印に変わった状態を確認して、ゆっくり押しながら中央に向かっていくんですね。絵の中央に。こんな感じで見ながら確認をしてください。そして位置をまたずらしていきます。移動はこのようにして、ハサミの上でマウスを置いてドラッグをしていきます。最後にこちらに写真を入れていきたいと思います。オンラインレッスンの後に今カーソルがある状態で絵を入れていきます。今回はストック画像を使っていきますが、皆さん写真があればその写真を入れてください。では挿入から、写真の場合は画像になります。画像を選択して、今回はストック画像。これはあらかじめマイクロソフトが用意してくれたフリーの素材なんですね。写真素材などがあります。たくさんあるので使っていただきたいんですが、もしない場合、バージョンが対応してない場合や、あるいは自分のパソコンの中のものを入れたいという場合は、このデバイスを選んで PC のピクチャーなどに入っているのであれば、そちらから挿入をしてください。今回はストック画像を使っていきます。スクロールをしていただいて好みのものを探してください。では今回ちょっと同じものが見つからなかったので、草原としてこの絵を選びたいと思います。挿入をクリックします。するとこのようになりました。何やら文字列がこんな感じで広がってしまいましたね。慌てずにこの状態で一度エンターキーを押してください。するとこのように変わりました。ではこの状態で少し加工していきたいと思います。周りに少し装飾をしたいと思います。先ほどと同じようにこの画像を選択した状態で図の形式タブを開けます。今のようにホームタブが開いている場合は、ここでダブルクリックをすることで、このようにダイレクトに選ぶことができます。この中から私は面取り、艶消し、白を選びたいと思います。下向き三角をクリックすると、このようになりますよと案内が出てきますので、まあ、好みのものを選ぶといいですね。今回はこちらにしたいと思います。解除するとわかるように、ちょっと右側に寄っているのが分かりますね。これは何かというと、ワードというのは前に設定したものをエンターキーを押すことで引き継ぐという決まり事があるんですね。つまり先ほどオンラインレッスンのところにカーソルを置いて、要はここに絵を入れたわけです。ところがオンラインレッスンという文字列の後に写真というのはここにも大きすぎて入らなかったがために、同じ段落の中で下に絵が入っていってしまったので、これがバーッと広がったんですね。これを分けるためにここで一度エンターキーを押したんですね。つまりこのオンラインレッスンという前の状態を引き継いでいる。何を引き継いだかというと、ここで設定をしたのは、少しここでインデントの設定をしたじゃないですか。2文字分ここを開けるためにインデントが引き継がれているということがわかります。ではこのインデントを解除したいので、インデントを減らす。このようにしていただいて、
中央にもしするのであれば、ここで中央ドライを押してください。設定が行内になっているというのは大前提になります。これで中央に配置はされましたが、やっぱりね、写真が大きいので、もう少しこれも小さくしてまいります。先ほど行ったように、サイズの変更をしてまいります。細かな画像の設定などに関しては、別の講座でまたご案内しますね。今回はこの辺までにしたいと思います。最後、一度保存をかけていますので、この状態で上書き保存を押します。上書き保存はこちらにフロッピーのマークが出ている場合は、こちらを押してください。もしくはファイルから上書き保存を押してください。もしもここ自動保存がオンになっている、マイクロソフトのアカウントで紐付けてオンになっている場合は、常々保存をかけていきますので、上書き保存などはいりません。では最後、印刷をかけていきたいと思います。全体像が今見えませんね。このようにしてうまく配置されたなと思って、印刷をしたらすごく下が空いていたなんていうこともあります。できればプレビューで確認をする癖をつけておきましょう。プレビューは私の場合はこちらに表示されていますが、そうではない、こちらにない場合はファイルから印刷を選びます。するとプレビューで確認することができました。ちょっとこの画像もうちょっと下でも良いかなと思ったら、ここでは編集はできないんですね。ですので、一度左上にある戻るボタン、矢印の左を押していただいて、ここで少しエンターキーを押して開業をしていくのが良いでしょう。この時に全体を見ながら、こう確認をしていきたいな、調整をしたいなということもあります。その前には、表示を使いましょう。表示タブというのは、パソコンの表示方法をどうしたいのかというのを司っているタブになります。今回は丸々1ページを表示させて編集をしていきたいんですよね。なので今回は1ページを選びます。するとパソコンの大きさにもよります。きちんと今ですね、私の場合は 69% が1ページの倍率になります。ここでエンターキーを押しながら、わかりますか？少し位置の調整をすることができます。ここでは編集もすることができますよね。通常は 100% ぐらいで行うので、全部が終わりましたら 100% に戻しておいてもいいですね。というのは、一度この状態で閉じると、次もその大きさで表示させるというワードの癖があるんですね。よく 20% とかね、ちっちゃくしちゃって、一度閉じてもう一度開いても、20% でちっちゃいのから解除されない。そんなことも入門者の方にはよく起きます。倍率も前の状態を閉じても覚えているということを覚えておいてください。では、これで印刷をかけます。ファイルから印刷をクリックして、今回はこのままで印刷ボタンを押していきますが、もしね、細かな設定をする場合には、プリンターのプロパティを押して変更をかけていきます。今回このままで構いません。印刷をクリックします。はい、では、こんな感じで印刷することができました。ワードはね、特に印刷物には得意なので、 A4 の用紙であればこの A4 の中に埋めれば、その状態で印刷をしてくることができます。 Excel はそうはいきませんよね。 Excel は印刷物にはとっても弱いので、何回も設定をし直したりすることがよくあります。では今回の動画はここまでにしたいと思います。少し長丁場の動画にはなりましたが、入門編ではありますが、印刷をするところまで画像やアイコンを入れたり、位置の調整をしたり、そして書式のコピー編集なども行ってみました。いかがだったでしょうか。稲枠 TV ではこのように初心者の方に向けて動画を配信しております。まだチャンネル登録お済みでない方は、ぜひチャンネル登録のボタンを押していただく、そしてベルが震えるまで押していただくと、漏れなく通知が参ります。最後になりますが、他の動画としてはたった5日でできるワードの基礎講座あります。これは人気の講座でもあります。同じようにダウンロードができますので、練習をしてみてください。今回の動画の後にそれをやっていただくのをお勧めします。
では今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。またね。稲枠 TV チャンネルではメンバーシップの仲間を待っています。学びに年はありません。あなたを待っています。